死別川死別町は北海道東部根室振興局管内死別郡にある町。日本有数の酒の産地として知られる。上川総合振興局に同盟の読みの死別市があり、テレビラジオ放送では混同を防ぐために死別町には振興局名を冠して根室死別を、死別市を侍、死別,別などと呼ぶことがある。根室振興局管内の中部に位置する。 北は、上別川で、羅臼町と北西、西は斜里岳をはじめとする知床連山によりシャリ町、清里町と隔てられる。南西は、中標津町、南は別海町に接している。町域は、西半が、知床連山から続く山地、大地で、東半は、斜別川、中流川などの中小河川沿いに低質な平地が広がっている。東は、 根室海峡に面しており、海岸からは、なし里島を望むことができる。南部から海峡に突き出した佐市、野付半島の一帯は、風蓮湖とともに、野付風連同立自然公園に指定されている。釧路市から北東に約 120km、根室市から北西に約 95km、中標津町から東に約 20km に位置。 衆院選の小選挙区では、北海道第7区に、天気予報の二次細分区域では、根室北部に属する。日本最東端の特別豪雪地帯である根室振興局農業は、畜産がほとんどで、近隣の中市別町、別海町とともに、落農地帯を形成している。他に、天災の栽培も行われる。豊富な森林資源を背景に、林業も行われる。漁業は、 古くから盛んで、特に鮭が多く取れ、秋鮭は日本有数の水揚げ量を誇る。鮭マスの都市漁獲量は約1万7千トン。ホタテ貝の漁獲も多い。また年に一度、市別町民に無料で鮭が提供される。隣接するラウス町とは違い、昆布などの採送は行われない。市別町の人口は平成28年10月1日時点で、 男性2632人、女性2697人、合計5329人である。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。私別監異裁判所私別庁、国民健康保険私別病院私別庁図書館、北海道私別高等学校2019年7月、 当時24歳の町職員が上司からの叱責や月146時間にも及ぶ残業時間から来るうつ病をもとに過労自殺。職員は北方領土問題の啓発事業の一環である教育旅行の町への受け入れ作業を一人で担当することになり、上司が用意した引き継ぎ資料が極めて不十分だったことや他の職員から支援を受けられなかったことで業務が課題となった。 アカンバス市別営業所長内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道線も本線しれとこ車利駅。廃止された鉄道かつてはべ茶駅まで鉄道が通っていたが1989年に廃線となった。現在はアカンバスによる代替輸送が行われている。以前は根北線の計画もあった。 河北温泉市別町金山スキー場市別町、北方領土館史跡天然記念物、市別町指定文化財市別町では、北のふるさと移住計画と称する移住促進施策を実施している。これは、定住して3年以内に住宅を建設すれば1区画あたり120坪から140坪の区画が無償で分譲されるというものである。町では、三里団地等一定の区画を、 低重促進団地として指定している。ありがとうございます。